いますサガン鳥栖の選手が着用しますユニフォームデザインの発表です。とその前にとはなるんですが、今シーズンはニューバランスがシーズンを通してファン・サポーターの皆様と一緒に戦う意思といたしまして、キービジュアルを作成してくださいました。まずはそちらの撮影時の動画を見ていただきまして、最後に出てきますキービジュアルに皆様ご注目ください。
これだなって。なかなかスライドいっぱいやな。ケプシー東京イメージするんだよ。そう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 。ちょっとね。まあ、セカンドのユニフォームなんですね。滝ガラスの絵が変えちゃってる。あの代表のあの折り鶴みたいな感じ。それではここに皆さん、ここで皆さんにお知らせがあります。2023年のユニフォームを誰よりも早く手に入れたいという方に朗報です。今回こちらの4選手が着用していますユニフォームの上下、さらに加えましてソフトスまでもオークションで出品させていただくこととなっています。明日から購入手続き開始になる購入分よりも早く発送を予定していますので、ぜひこちらもご検討ください。さあ、メディアの皆様ありがとうございました。では続きまして、会場の皆様の撮影タイムとさせていただこうと思います。それでは先ほどとってもかっこいいポーズでしたので、思い思いの何か今シーズンかける意気込みを含めてポーズも撮っていただければ嬉しいです。それでは会場の皆さん、まずは真正面から参りましょう。あ、シンプルなポーズでありがとうございます皆さん。ではせっかくなんで、さっき表情かっこよかったんで、次は笑顔で撮っていただければ。はい、ありがとうございます。ではちょっと右手の方もご覧いただいて、はい、右手の皆さんへ笑顔をお願いいたします。よろしいでしょうか。では続きまして左手の皆さんにもお願いいたします。皆さんとても素敵な笑顔です。ありがとうございます。ではそれでは後ろも撮りたいよという方もいらっしゃるかもしれない、後ろの方もご覧いただいて、はい、非常にかっこいいユニフォームです。皆さんよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは皆さん、こちらの方にお越しいただけますか。さて、ここからせっかくですので着用されている皆さんにもお話を伺いたいんですけれども、岩崎選手はファーストユニフォーム着てらっしゃるということで、はい、いかがですか、新しいユニフォーム。ちょっと襟が違いますね。そうですね、まあ、水色にこのピンクの縦ラインがめちゃくちゃかっこいいのと、まあ、サイズは去年と同じなんですけど、ちょっと小さめの作りになってるんで、いかつくも良くない。それがもう岩崎選手がオフシーズンで体を鍛えた結果ではないですか。いや、多分それはないです。では森谷選手、セカンドユニフォームですけれども、いかがでしょうか。はい、すごいピンクが目立つので、はい、かわいいなと思います。本当ですね。普段あのピンク着られることありますか。いや、ないですね。ないんですけど、あの娘がピンクが大好きなので、はい、嬉しいです。お父さんかっこいいよと褒めてもらえそうですね。そしてちょっと気になったんですけど、森谷選手、今シーズンは背番号を変えられましたね。はい。これ、19番ということで、このプロになった時からつけてらっしゃった背番号かなとも思うんですが、どんな思いがあるんですか。そうですね、僕がプロになった時の初めての番号ですし、自分の中で一番しっくりきている番号なので、はい、自分で希望を出してそれが通ったという形です。久々につけてみていかがですか。すごいしっくりきてます。じゃあ今年もプレーでたくさん見せてください。では続きまして、パクイルギ選手ですけれども、いかがですか、着用されてみて。はい、ゆうたも言ってたんですけども、まあ、去年も結構タイトだったんですけど、今年はなんかよりタイトになったかなっていうのと、まあ、少しなんかメッシュっぽい感じがして、すごくこう軽くなってる感じがするので、動きやすいかなっていうふうに思っています。そしてちょっとパニ選手には背番号のことも聞きたいんですが、ちょっと後であまりにも気になるので聞かせていただくということで岡本選手、セカンドユニフォームとってもお似合いですけれども、いかがですか。はい、とても動きやすくて、動きやすくて素晴らしいユニフォームだと思います。岡本選手というと、やはりこう昨シーズンのファン感謝祭での2回目もすごく印象的でしたけど、その時とは色合いは違いますね。ちょっと緑色じゃないです。カニの方よ。ありがとうございます。はい、では
高木選手にマイクを戻していただいて、背番号がとっても大きくなりました。はい、71。はい、なかなか J リーグでも見ない数字ですね。そうですね、今季から99番まで着用できるということで、まあ、ずっと昨シーズンまで40番をこう、着用させてもらってたんですけども、まあ、何か一つ自分の中で覚悟というかプレッシャーみたいなものを与えたいということで、まあ、サガン鳥栖にいるサポーターの皆さんは分かっていると思いますが、17番という数字がとても大切な数字だと思うんですけども、まあ、17番はサポーターのナンバーとしてサガンティーノのナンバーとして着用できないので、まあ、71番反対にしたら17という意味で、まあ、これをしっかり背中に刻んで、まあ、ゴールを守れれば自分たちが目標とするところにたどり着けるのではないのかなというふうな思いを込めて、はい、71番を今年はつけて戦わせていただきます。よろしくお願いします。今シーズンこのユニフォームを着用してシーズン戦っていきます。